ジャンク TV プレイボール。はい、皆さんこんにちは、ジャンク TV です。プロ野球もね、田中将大投手、平野選手がね、メジャーから日本に戻ってきて、今年はだいぶ日本のプロ野球も盛り上がるんじゃないかなというふうに思ってますけど、草野球もメジャー大会の抽選などがね、そろそろ始まるというところでございます。今日は8人目かな、ちょっとジャンクの選手紹介を引き続きやっていきたいと思ってます。今日も甲子園にちょっと関連した選手を一人紹介したいと思います。はい、それでは皆さん、怪我に気をつけてシーズン開幕を迎えましょう。外野全般やってます。レフト、センター、ライト、全て経験があります。出身地は、群馬県の高崎市出身です。野球は小学校から始めて中学校、高校と続けてます。小学校、中学校まで軟式をやっていて、高校で初めて硬式触って、一応高校は県大高崎にで、野球をやってました。好きな球団は、西武ライオンズなんですけど、個人的に好きな選手ですと、ソフトバンクの、周東佑京選手。その足が速く、足でこう魅了するプレーっていうのが、結構自分も足に自信があるので、そういうところで真似したいなと思って。はいはいはい、はい。好きな有名、ムロツヨシさんです。やっぱユーモアがすごい面白い方なので、いや、すごい憧れますね。はい、習慣づけてるものとか特にないんですけれども、あと気が向いた時にランニングしたりとか筋トレしたりとかっていうのを、行ってきてますね。はい、それまず、今シーズン先、前回のシーズンが、思いの結果が出せなくて、シーズン通してまず出塁率をまず上げたいなっていうことがあります。あとはこのジャンクを通して、その人間性っていうのをしっかり高めていって、いろんなところで活躍してできるような人間になれればいいかなと思っております。こんにちは、ジャンクベースボールクラブです。ジャンクベースボールクラブでは野球以外にも様々な活動をいろいろしていますので、選手のみならずマネージャーで、その他スタッフで参加してくれる人を募集しています。こちらまで連絡してください。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。オッケー。